さあ、これから球児たちの夢舞台が幕を開けます。地区大会1回戦の模様をお届けいたします。一塁側旭川、三塁側パワフル。一球一瞬にかける夏が今始まろうとしています。先発メンバーはご覧の通り。さあ、間もなく試合が始まります。2回の表、パワフル攻撃に入ります。この回の先頭バッターは泉。第1球投げました、見送って、打ちました、小林取った、一塁へ送る、記録はヒット。さあ、ノーアウトです。第2球投げました、2球目打ちました、サード左へのライナー、これで2アウト。さあ、ここは相手に揺さぶりをかけてくるのか。初球から打ってった、右中間へのフライ取って、これで3アウト、チェンジ。前半が終わりました。パン、さあ、持ち前の闘魂が力を発揮するか。打ちました、ピッチャーライナー真正面、これで2アウト、ランナー。さあ、相手にとって怖いのは地方大会の魔物。打ちました、初球打ち、セカンド、これは守備範囲内、アウトです。一塁はアウト、スリーアウト、チェンジ。パワフル、同点。さあ、お祭り男の本領を発揮することができるのか。ピッチャー返し、抜けた、センターからサードへ、菅、ナイスバッティングです。今日は、さあ、ファイトを前面に押し出したバッティングをしてほしい。打った、ファールボール、高めボール球打った、ランナーそれぞれ一塁二塁に戻ります。これで2アウト、ランナーは、ピンチヒッターは、いや、さあ、思考を研ぎ澄ませていきます。引っ張った、取りました、これで3アウト。パワフル、トーク、さあ、いよい、切れて外角、持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。打ちました、セカンドの右、山根ボールを取る、一塁送球、あーっと送球それた、記録はセカンドのエラー、セカンドのエラーです。持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。
むボール球を打った。ライト前クリーンヒット。高橋いいバッティングを見せました。これホーム菅ナイスバッティングです。パワフルなお2アウト。ランナー持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。初球を打ちました。レフトへの打球取ってアウト。スリーアウトチェンジ。パワフル三塁までランナーを進めましたが、はい、さあ9回のヘッドスライディング、ヘッドスライディングは間に合いませんでした。アウトです。高めボール球打った。セカンドから一塁送球アウト。工藤いい当たりでしたがセカンドゴロに終わっています。抜いていった。ボールはセカンドへ。入澤いいバッティングを見せました。パワフルさよならの、パワフルここで伝令を送りました。監督のメッセージがナインに伝わります。打ちました。高橋バックしていった。これは空振り三振。ゲームは延長。さあ相手投手を威圧していきます。真ん中持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。一塁はセーフ。川口こうバッターは3年。打ったこれはいい当たりだ。入れば勝ち越しだ。さらに伸びていく。ライトセンター見送った。ホームラン、ツーランホームラン。右中間スタンドに叩き込んだ。石村意地の一振りで勝ち越し。今チームメイトが迎えます。バッターは3年生。打ちました。金谷ボールを掴んだ。ショートから一塁送球セーフ。一塁はセーフ。さあ持ち前のファイトが前面に出てきました。取りました。これ
トランナー二塁三塁。これは引っ掛けた。山根取った。一塁へ送る。アウト。スリーアウトチェンジ。延長10。旭川。北島こう持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。パワフル強に。打ちました。松江ボールを取る。一塁送球アウト。浜田いい当たりでしたがセカンドゴロに終わっています。これ外のボール黙った。ふらふらっと上がった。松也余裕があります。取りました。あと1人。バッターバサ。打ちました。打球はファースト左。土橋取ってアウト。ゲームセット。パワフルまずは初戦突破です。1回戦を見事勝利。2回戦進出を決めました。お待たせいたしました。さあ頂点に。2回の表パワフル攻撃に入ります。トップバッターは泉。第9球打ちました。ファースト真正面。佐々木掴んだ。田村取ってアウト。パワフル。さあ地方大会の生の空味方につけるのか。右へのライナー。これツーアウト。持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。打ちました。あっと落とした。
記録はファーストのエラー。ファーストのエラーです。パワフル追いつきました。パワフルなおもチャンスが続いています。低めボール球打った。ピッチャー返し抜けた。センターバックホーム。あっと落とした落とした。菅ナイスバッティングです。パワフルなおも。さあファイトを前面に押し出したバッティングをしてほしい。打ちました。佐々木交代。これは流し打ち。どうだ。ファール。高め空振り三振。ボールを掴んだ。一塁送球アウト。これでツーアウト。ランナーありません。パ初球から打ってった。抜いていった。中継松本いいバッティング。持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。おっとキャッチャー取れない。そして今拾い直した。あっと引っ掛けた。石田下がっていった。ファウルグラウンド。キャッチしています。さあ持ち前の気迫で相手を威圧していきます。打ちました。右中間へのフライですがランナーそれぞれ自分の塁に戻ります。バッターバサ。さあ闘志あふれるバッティングを見せてくれるか。打ちました。ファーストの横。佐々木取った。佐々木そのままベースを踏んでスリーアウト。打ちました。二塁ランナー三塁へ。一塁送球アウト。パワフルなおもピンチが続きます。打ちました。松本ボールを取る。白川1点入りました。4対1。北島ツーアウト。サードゴロアウト。スリーアウトチェンジ。7回の裏が終わりまして4対1、白樺リードを3点としています。パッ頭上を越えた。ヒットになります。佐藤二塁回った。佐藤三塁でストップ。佐々木打ちました。いい当たりですが抜けた。中継白川1点入りました。5対1。今日は安藤。打ちました。初球打ち抜けた。バックホーム間に合うかどうか。二塁ランナーホームイン。白樺リードを5点に広げます。6対1。バッターは途中から入っている岡。初球を打ちました。ピッチャー返し。松也掴んだ。セカンドから一塁送球アウト。打った強い当たり。打球はそのまま伸びていく。今年の夏はここで終わってしまいました。石田素晴らしい一発で見事サヨナラ勝利です。残念ながら2回戦で敗れました。
Thank you.